3分でわかるロシア史1。その起源は9世紀。スラブ人が住んでいた地域にノルマン人の一派ルーシが進出し、建国したノブゴロド国とキエフ公国です。10世紀になるとキエフ公国はビザンツ帝国からギリシア正教を受け入れます。しかし12世紀半ばになるとキエフ公国で内紛が発生、複数の公国が隣立していくことになります。13世紀半ば、モンゴルが侵攻。キエフ公国は敗れ、約200年の間支配されることになります。これをタタールの首輝と呼びます。15世紀に入るとモスクワ大公国が台頭。イヴァン3世時代に勢力を伸ばします。彼は東ローマ皇帝の姪と結婚してサーリを名乗ります。19世紀初めまでにスラブ人の住む地域の大半を支配するようになりました。イヴァン3世が亡くなると1547年、孫であるイヴァン4世がサーリの称号を正式に採用し皇帝として戴冠します。イヴァン4世は全国会議を開催。貴族だけでなく様々な身分の者を集めて会議を行うなど、改革に力を入れていきました。また領地拡大にも努めます。1552年、カザン汗国を。1556年にはアストラハン汗国を征服。さらに1581年にはシビル汗国、シベリアの語源となるも手に入れるなど、東部と南部への領地拡大を進めました。1584年、イヴァン4世はこの世を去ります。彼の治世の間にロシアは様々な民族を支配する多民族国家へと変貌していきました。ロマノフ朝の成立からヨーロッパの大国へ。17世紀に入るとミハイル・ロマノフが皇帝となり、ロマノフ朝が開かれます。その後ロシアを大国に導く皇帝が現れます。それがピョートル1世です。ピョートル1世は9歳で即位。幼い頃は姉が実権を握っていましたが、その間学問に励み、ヨーロッパの文化など最新の知識を身につけ、1694年に実権を掌握します。彼は自ら先頭に立ってヨーロッパ文化の摂取に努め、ロシアの社会慣習を改めました。またスウェーデンと21年にわたる北方戦争を戦ってバルト海沿岸を手に入れるなど活躍します。もう一人18世紀に活躍するのがエカチェリーナ2世です。彼女は隣国のポーランドに目をつけ、内政に干渉し始め、反発したポーランドに向けて軍を派遣していきます。そして1772年、プロイセン、オーストリアとサンクトペテルブルクで会議を開き、ポーランドの領土分割を決めていきます。これを第一次ポーランド分割と呼びます。他にも彼女は黒海沿岸の開拓を進め、反発するオスマン帝国と戦争を行い、領土拡大を進めていきます。現在ウクライナとして独立している地域の多くがこの時期にロシア領となりました。革命後のフランスでナポレオンが台頭しますが、エカチェリーナ2世の孫アレクサンドル1世はロシアに遠征してきたナポレオンに勝利したことで、その後のヨーロッパで発言力を高めました。ピョートル1世、エカチェリーナ2世らが領土を拡大したロシアは、フランス革命やナポレオン戦争など激動の時代を乗り越え、ヨーロッパの政治や戦争に密接に関わる大国の一つとなった。